I wanna love, I wanna touch. Can you feel me through the night? I'm at your mind. Oh, oh. 勝ちかむその手を離さぬように握るよ。去年よりも寒い冬になると、朝のニュースでは言っていたけど、凍える夜でもぶた。こんにちは、アイドントライクバンデスです。ボーカルのユウです。ギターのチョジです。ベースのケンジです。ドラムのシュウキです。この度はですね、このキメラ、ゲームズ僕ら出演させていただくということで、はい、気合十二分ということですよ。はい、そうですね。この昼間のこう野外フェスみたいなの出るのってなかなか久しぶりなので、久しぶりかな、うん、僕らもこう激しく盛り上げていきたいと思っているのですが、ユウはなんか BMX だと。そうなんですよ。僕も昔 BMX をこう遊びでやってて、結構カスタムとかしてたんですけど、アートにこう結構いっぱいカスタムしてお金かけてたんですけど、パクられた。パクられた。残念な。すごいやってみたいんですけど。どれくらいやってたの？なんか3ヶ月ぐらい。あ、本当に。結構友達とこう流行って、みんなで買ってみたいな。うん、ぜひちょっとすげえテクニックを見たいと思います。うん、楽しい。他に気になる競技ありますか？僕はですね、スケートボードを16から17の1年間ぐらい、あの新宿のギャップの下にあるそこで結構スケーターが滑ってんだけど、その中にもう飛び込みで行って結構やってた。スケーターボーイ。そう、スケートボード今全然滑れないけどそうそう、やってたんで個人的にはスケボーが気になります。俺あの自転車でこう、わかる BMX のことあんま詳しくないんですけど、こう坂をこうやってこう、あ、ハーフパイプ、ハーフパイプ、そう、それやって、やれるようになりたいなと思って。お嬢、今回トライ、ね、今回トライしてなんか体験できるらしいから。ほんと、嘘、体験させていただきたいと思います。本当にやってみたいと思います。宗教は俺も、まあ、ケンジとちょうど同じぐらい高校生の時スケボーやっぱ流行ってて、やっぱ流行ったよね。通るよね。流行った、流行った。やってました。そうですね、今回、ステージ上で初めて共演させていただくということなんですけど、僕ら以外のそういうパフォーマーの方々と同じステージに立つというのは初めてです。初体験ということで、積極的に絡んでいきたいと思います。そう、でもずっとなんか、そう、ライブにダンサーの方を入れたいとか、うん、で他のね、こうエンターテイメント、このエンターテイメントと混ぜていきたいみたいなことはすごい昔から話してたんで、今回実現するということで楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、基本的に僕らの音楽祭でこう踊れる感じなんで、こうせっかくね来ていただいてるこう皆さんがこう一緒に野外でこう踊れるライブはね、そんなライブを目指したいと思います。はい、あと何が起こるか分からない、そうですね、そうね、ぶつかってくるかもしれない自転車が。そうです、どうする。そこにマイコでやっとこ、ちょっとそうですね、まあ、そんなハプニングも期待しつつ、頑張りたいと思います。はい、イメージすごい危険なイメージがあるんですけど、まあそれに負けないようなスリリングな演奏を僕はソリッドアイスをしますよ。はい、そういうことです。そうですね、そうですね。でもなんか普段あの共演させていただくあのジャンルの音楽とまた違ったテイストのジャンルの方と一緒にやるんですけど、それはそれでなんかいい化学反応が生まれたらいいかなと思ってるんで、僕らができる音楽を精一杯頑張りたいと思います。はい、熱いライブをしたいと思います。ぜひ皆さん楽しみにしてください。アイドントライクマンテンスでした。